こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけども、このシャツは、東洋エンタープライズのハワイアンブランドであるサンサーフから、今年新しくリリースされた新作のアロハシャツ、こちら今回は紹介していきたいというふうに思っています。もう皆さんご存知と思いますけども、このアロハシャツっていうのは、ハワイを代表する伝統的な柄物のシャツをアロハと言いますけども、そのアロハの中にも、いわゆるヴィンテージアロハっていうのがあります。そのヴィンテージアロハというのは、ハワイにおいて、1930年代から1950年代にかけて作られたものが、ヴィンテージアロハと言われているんですね。そしてその生地ですけども、レーヨン生地っていう風なもので作られているんですけども、そのレーヨン生地も、石油を原料としたレーヨン素材と、食物を原料とした天然繊維のレーヨンというのがあります。そのヴィンテージアロハというのは食物を原料としたレーヨン素材で作られているわけです。食物繊維のレーヨンというのはいわゆる特徴があって、その湿気を、吸湿してくれる、その私たちが発散する汗を吸い取ってくれるという特徴があります。そしてもう一つは放湿性といって、その湿気を外に出すという、特徴がある。それもう一つは放熱性といって、私たちが発散する熱を外に出してくれる、そういう風な機能を持ったのが、このレーヨン素材になるわけです。そしてまたそのレーヨン素材もいくつも、レーヨン素材があるわけですけども、このタイプは、レーヨンハブタエという風なもので作られています。そのレーヨンハブタエというのは縦糸と横糸に、フィラメントレーヨンというのが作られている。フィラメントレーヨンのフィラメントというのは長い繊維と書いて長繊維と言われているんですけども、そのフィラメントレーヨンでこれは作られているんですね。このフィラメントレーヨンで作ることによってより柔らかくしなやかで、このドレープ感、このトロンとしたね、トロンとしたドレープ感が表現ができている。そして光沢のあるような素材で作られているんですね。非常に柔らかくしなやかで、もう本当にそのアロハシャツを代表するようなものがこのタイプになります。そのレーヨンハブタイで作ることによって、よりその快適な着心地が実現できているということなんですね。やはり常夏のハワイで着るということで、湿気を吸い取ってくれたり、熱を放出してくれたり、そういうふうな機能性のあるタイプがこのレーヨン素材になるわけですね。そしてこういうふうなアロハシャツっていうのは、もちろんね、ハワイを代表する伝統的な柄っていうのがあるわけですけども、今回このタイプはそのハワイの伝統的な柄ではなくて、これアメリカの本土でデザインされたものが1950年代後期に作られたものなんですけども、その1950年代っていうのはもうハワイに観光業が増加した時期なんですね。日本からホノルル、ホノルルからサンフランシスコというふうに船とか飛行機がもう行き来するような時代になってきた。そういった時にこういったアロハシャツっていうのはハワイのお土産としてどんどんとアメリカ本土に渡るわけですね。そしてアメリカの本土で今度は伝統的なハワイの柄を自分たちのデザインで起こして、こういう風なアロハシャツを作ってきたというのが今回のこのタイプになるわけです。ここにそのサンサーフの今年のカタログがあるわけですけども、こういう風に見ていくと、もういくつもね、いくつも本当にもうものすごい量のこのアロハシャツがこういう風に作られているわけですね。こういう風にいくつも作られているんですけども、ここを見てほしいんですが、一つ一つ、この一つ一つの柄に名前がついています。今回このタイプは、この下の方の、このタイプになるわけですね。ここに書かれているのが、ナビゲーションオブザシーっていうふうに書かれている。ナビゲーションオブザシー。これ日本語に訳すると、海の航行とかね、海の航海とか、そういうふうな意味になっています。今回のこのデザインを見てほしいと思うんですけども、まずカラーですね。カラーがこういうふうな、これベージュカラーとグリーンになってますけども、ベージュといってもね、少しイエローに近いような色合いになってるんですね。こういった色合いになってます。で、ここに先ほど言ったナビゲーションオブザシー、海の航行というのは、いろいろね、こういうふうにデザインが書かれているんですけども、例えば砂時計だったり、羅針盤だったり、コンパスだったり、方位磁針だったりね、そしてクジラとか魚とか、そういう風なことが描かれているのがこのタイプなんですね。海の航海をイメージするようなデザインが施されているということです。そしてこういったね、いくつも色合いがあるんではなくて、非常にシンプルなタイプです。ベージュカラーにはグリーンの柄で施されているのがこのタイプですね。で、もう一つの色が、こちらがグリーンになります。こういうね、色鮮やかなグリーンのアロハシャツになっているかと思いますね。こういったデザインですね。こういうふうに見ていくと、非常にそのロマンを感じるようなデザインでされているかというふうに思いますね。色がもう2色展開なので、非常にシンプルな感じで作られているかというふうに思いますね。そしてこういうふうにポケットがここにね、ありますけども、このポケットも
ちゃんとね、柄を合わせているんですね。ここにもこだわったものづくりがされていますね。やはり夏ですので、こういった思い切ってね、こういった柄物で遊び心を持って来てほしいというふうに思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいと思っているんですが、私身長168センチ、60キロの体型で、それぞれ M サイズを今から試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまた、この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。それでは今から私がちょっと試着をしてみて、どんなイメージになるのか、それをぜひ見てほしいと思います。You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe. But I don't think that we should tie. I know for real.Just let me be.To say, I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me.Just let me be.